Alright! Hello everybody! スパヒカトです。今回もですね、マンテンブレールワーバンドのモッドの下克上をプレイしていこうと思います。見ての通りですね、今、戦闘に入るところなんですが、ちょっと戦闘に入る前にですね、コマンダーレポートの方を見ましょう。終わりからの地侍が今の、ランクなんですが、次の、昇中に必要なね、経験値が31なんで、この戦闘で勝てばですね、次でレベルアップできるんじゃないかなと思いますので。まあ行きましょうか。確か今夜だって思うのもんだよな。夜だね。もうなんか、野戦が、こう、デフォルトみたいな感じになってきてしまいましたね。また頑張って編集しておきます。ということで今、岐阜城の方を今、攻めてるんで、ちょっとね、城の形も違うんですが、楽しみです。よいしょと、経験値、38だからな、これで足りるでしょ。俺から逃げんじゃねえ。私の獲物だ。ああ、取られちゃった。仕方ないか。城攻めじゃー、皆の者。なんか神主みたいなやついたぞ。一方ビレージャーって書いちゃったな。よいしょと、僧侶の方も倒しちゃうか。いいよ、切り捨てごめん。出会え出会え、くせ者じゃー。ふい、だからな、みんなが俺のキル奪ってっちゃうな。経験値欲しいんだが、じゃあ先に俺室トイレ行っちゃおうか。まあ観念一番乗りみたいな感じで攻めていきますかね。星が綺麗だね。アジリティもちょっと開けとかないとダメかもしんねえな。あれ敵どこだ。あそこの上にいんのか。ちょっとやりへ、お前肉壁になってくれ。多分ね、鉄砲玉がね、こっちに飛んでくると思うんだ。あ、やべ、引っかかった。しかし攻めるのに時間かかんな。よいしょと。あそこの上にいなかったっけ。こっちか。あのクセ者を切り捨てるんじゃ、皆の者。ああ、え、もうこれでおしまいか。早いな。あちらの方にいたりとか思ったんだけど、まあ少なかったな。25人しかいなかったのか。まあじゃあ一緒に攻めよう。城攻め落としたんでね、橋場殿と話しましょうか。で、装備品の方もまた拾えなかったな。もしかしたら話さないの方がいいのかもしんねえな。分からなくなってきたな。橋原、しかし私はもう野手はコリゴリなんでございます。あ、来た。これでですね、レベルアップというか、あの次の、まあ、兵のねクラスに移れるんで、ここで織田リテイナーか織田マックスマンってあるんですけど、マックスマンはね鉄砲とかのやつなんで、自分ねあんまりそれ使いたくないんで、リテイナーになります。で、インベントリーの方を見るとですね、また武器の方もね、新調されました。まあ、脇差しいらねえしな。素槍はね、結構、リーチが長かったから使えると思うんですけど。OK。じゃあちょっと、街の中に入りますかね。まあ、城の中もちょっと、観光というか、歩いてみますか。結構、作り込んでいますよね。うん、すごいね。まあいいや、これが刀ですね。まあ前見せたやつなんで、あれわかると思うんですけど、まあ普通にあの剣の構え方がしっかりしていて、これが素槍ですね。素槍ね、大体ね、2、3人後ろにいるやつでもこうつけるんで、めっちゃね
優秀なんですよね。で、これが弓と。まあ、でもこれ、ただのプラクティス棒だから、そこまで強くはないですけど。よいしょと。まあ、あっても損はしないと思います。で、この石の中ですな。どうも、橋場殿。奥さんに囲まれて幸せですか？まあ別に話すことはないかな。戻るとしましょう。なんかでかい戦いとかしたいよね。なんだろうな。城攻めもいいけどね、やっぱり地上戦がいいんだけど。あ、と思ったら戦いだね。じゃあ、64対7ですから。大して、うまみがない戦いですけどね。戦いは戦いなんで、中に入りましょうか。で、織田に手いないになったからね。まあ、さっき武器見せたんですけど。そういえば、これ、右下にカーチングランスの、あれがあるんだ。じゃあ、馬に乗ったら、これ、結構大ダメージ与えられんね。じゃあね、みんながね、待ってる間に私はちょっと一人で突っ込んできますか。命令そんなの美味しいの？まあでもこれ撃たれて死んだら自業自得ですけどね。鉄砲怖いんだよな。もらった。その首ももらった。いって、よいしょと。逃げんじゃねえ。ゴミが。あ、どうも。マンテッドオダリテイナーさん。あ、で、これ、なんかもらいましたね。ライトシノスネアテ。まあ、自分のつけてるやつの方がまだいいから、撃っちゃうか、後で。じゃ、また戻りますか。なかなか大きい戦いはないな。次の、そういえば、レベルアップに必要なの682だね。今、オダリテイレだから、多分マンテッドになれるかな。どうだろう。ああ、追いつかなかったな。20になったら、ちょっとそこそこな戦いになったんだろうけど。起きたと思ったら来てなかったわ。なんだよ、つまんねえな。岩村城な。お、来た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 。また14人かい。81対14っていうのはなかなか味がないぞ、本当に。まあでも戦は戦じゃ。経験値がもらえるんだったら、それで。それはそれで、いいし。じゃあ、命令なんてないんだ。突っ込んでいきましょう。さ、出会いだい。敵襲じゃ。パパパパワー、ドドン。結構いるな。ヘッドショット今なったと思ったけど、ダメだったか。よいしょと。ものが僧侶の身で裏切るなと、身の程知らぬたまげが、このうつけ者が死ぬ死ぬ、やめろ、みんな助けてくれ、要はまだ死にとこない。死んだ。まあ死んだ後もね、こういうデスカメラがあるから、まあ、待ったけど、もうすぐ終わっちゃったね。俺やられちゃったわ。まあいいや。うわー、ゴミだった。まあこれでまた経験値ももらえたし、まあ何もないよりはマシか。橋場殿、拙者、
もっと大きい戦いがしたいでござる。反乱軍を倒して治安を良くするのも大切な戦いだと思いますが、心が躍るような大一心不乱の大戦争をそれがしゃしたいのでござる。まあそれは一番上のランクになって装備もらってからだな。あれ吉田町なんで攻めるわけじゃないのかね、今村城にまた戻るのかなと思ったら今度はなんか誰かについていってるし、マーセラニーモッドもねこれはこれで楽しいんだけどね。まあ一平の兵士になって、まああのでかい戦いに行くのはこうなんか今までにないプレイスタイルだから楽しいけど、待ってる時間が苦痛ってのもあるんだよね。関ヶ原、あ入れ入れ、あマイカッ、お来た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 、やっと大きい戦いだ。265対100。まあ基本的に NPC ってでかい戦いしかしないかな、でかいじゃなくて勝てる戦いしかしないかな。まあいいや、じゃあ今回は大きい戦いなんでね、俺もちょっとみんなとね線を組んでいきましょう。お、騎馬兵が最初に突っ込んできたぞ、ミナの衆。突っ込んできたね。まず馬をやっちゃえ、生きて返すな。はっはっは、朝倉のやつか。ちょっと待った、弓で狙えねえかな、無理か。しょうがない、ちょっと槍で突くしかないな。おレベル6になったぞ。早速じゃあレベルアップしよう。ストレスの方を上げて体力も55になってきたね。何あげよっか、パワードローあげとっか。ちょっと弓の方もねどんどん使っていく予定らしい。どこ、よし一人やった。合戦場じゃ誰が味方なのか誰が敵なのか分かんなくなってくるな。あいつは敵だな、ちょっと腕に見えねえけど、ちょっと3人称で戦おうか。待て、よいしょと、ちょっとファイナルキル取れてねえな、経験値が欲しいわ。お、こいつは俺のキルだ、よっしゃ。お、勝つ気をやったぞ、520の経験値入った、おいしい。あそこに弓兵がいんな、あと鉄砲隊もいんね、ちょっと怖いな。まあでもちょっと味方撃たないように気をつけて、いや撃たないと、今の外したの、よいしょと、よいしょと、あいつは俺の球だ、あー捉えちゃった。あーこれでまた小中が遠のいてしまうな。終わり乗せてっとな、見にくいかな、邪魔だお前、俺の球だ、俺の手柄を横取りすんじゃねえ、経験値が欲しいんだ。待って待って、俺の Q だ、あー、まあいいや仕方ね。じゃあ水の中で入って戦いますか、よいしょと。ああ殺されちゃったな、水の中な、身動きが飛びにくいからあんまり戦いたくねえな、よいしょと。ちょっとばかし取らなかったな、よいしょと、
よいしょ。朝倉マックスマン今倒したのか。勝ったか。勝ったね。私の剣も血をたくさん吸ってしまった。川で洗わなきゃみたいな。こっちは61にやられてしまったが、向こう100人やったか。225か。何もないよりマシか。まあ割れた素槍とかも拾っていこうかな。じゃあでまたレベルアップしたら結構ホイホイ上がるね。どうしよっか。じゃあカリスマの方上げちゃおうか。何上げよっかな。ウェポンマスターそこまでいらない気がするんだよな。トレーラーは、まあ、一つ開けときゃいいし。パースエーションかな。パースエーションと前に取ってなかったんだよな。でもトレーラーも欲しいしな。ちょっと待って。インテリジェンス開けて、アイロンフレッシュとパワーストライク二つ開けちゃうか、これ。で、ポールアームの方もね、底上げしてと。でまた戻りましょう。ちょっと待った、橋場殿、次はあレベルアップできんね。4月19日にあるんで、2日後にレベルアップできそうですね。おまた戦ですな。276対118。橋場殿、私の願いを聞き入れてくれたのか。拙者感謝感激でござる候。おじゃあもう撃ってんのか。どこにいんだ敵。あそこにいんのか。当たるか。これ YouTube だと絶対見えねえんだろうけど、当たんねえな。待て、待ってくれみんなのもの。敵が来たぞ。あれはひどいわ。ミンチになってるわ。敵の本陣が今来てるな。どれぐらいの狙いがいいかな。これぐらいか。これぐらいだと思うんだけどな。見惜しめ。生意気に襲ってきやがって、橋場殿に。お、当たった当たった当たった。難しさ7とか結構遠くから当たったな。でも味方撃ってしまいそうで気を怖いわ。まあじゃあ俺も近くに行くかな。まあマックスマンだったらここで鉄砲バンバン打ち放してもいいんだけどね。まあやっぱりこういうのって剣と己の肉体で戦うのがあれかなーって思うんだよね。ちょっとこれは多すぎるわ。あいつ痛えな。あいつマックスマンのくせにやられろ。お前さ邪魔なんだよ騎馬兵。やばい、ちょっと俺の方にめっちゃ来てる。あー後ろから殴られた。なのねえよ橋原の、一旦ここは戻りましょうぞ。50人やられてんのか。これよくないな。あい、俺もう戦いねえわ。傷つきすぎちゃって。あ、大丈夫、大丈夫。多分勝てるって。で、夜か。夜は戦いたくないから、スルーしとこう。あ、終わっちゃったか。あ、清須に入ったね。あ、まだ入ってないのかい。なんだ。お、来た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 。これでですね、また給料日が来たのって、ベテランオーダーリテイナーかマンテッドオーダーリテイナー選べるんですけど、ベテランだったっけな。ベテランだと普通に歩いちゃうから、マンテ馬に乗りたいんだよね。だから馬に乗ったマンテッドオーダーリテイナーになりたいと思います。ドサンコホースっていうのもらいましたね。でこれで武器がね、太刀か、カタカマ槍で
まあ自分が持ってた刀ですね。これですね、結構強くなったんじゃないかな。まあね、鎧も結構いいのを持ってるし。そうだね、ちょっと脇差し。うん、でも刀もな、太刀があるからいらないか。オッケーで、これで馬ですから戦いやすくなるでしょうね。そうだ、羽柴殿、時に次の経験値は2040か。結構必要なのね。さて、じゃあもう一戦してからじゃあ終わりにしようかな。あー、でもこれ小さそうだな、戦いが。38、あれ羽柴殿、時に羽柴殿、なぜに21人しかおらぬでござるか。まあいいけど。で、これで馬に乗ったからね、敵の方も倒しやすいんじゃないかな。羽柴殿、どこにおられるでござるか。まあいいや。よいしょと、一人やったぞと。で、これカーチングランチできるね。なれ、刺し殺せ。はあ、ただの反逆者が羽柴殿に歯向かおうなど100年早いわ。あ、外しちゃった。あ、どこにいる、残りは。ちょっと邪魔だ。これ立ちの方がいいかもしんねえな。よかった。普通にこれは刀の 剣と同じだよな。まあ、勝っちゃったね。うん、堺鉄砲397か。もらっとくか。OK。羽柴殿、今5だね。なんでもないでござる。ということで、じゃあ今回ここら辺で終わりにしましょっか。もう今回も含めですね、まあ、9エピソードがこうやって戦っていこうと思いますんでね、まあ、楽しんでいただけたら幸いです。一応、プランとしてはですね、一番上の、なんだ、レベルというか、なんだ、オフィサーというかなってですね、で、武器をもらえるようになってから、独り立ちしようかなと思いますんで、まあ、スタートダッシュはそこまで難しくないんじゃないかなと思います。お金ももらえますしね。今、お金いくらあるんだろう。インベントリーで3463本ですね。まあ、売れるものもありますし。ただですね、橋場じゃなくてね、なぜ大台に使いたかったのかっていうのを動画終わる前にパパッと言うとですね、彼、清洲の持ち主なんで、よくそこに戻ってくるんで、アイテム売れるんですよ。でも、橋場とかですね、他の、明智だとかだと岐阜城だとかになっちゃうんで売れないということなんでね。まあちょっと今日動画エピソード1上げられる予定なんで、まだコメントの方見れてないんですけどね。まあそうやってもよろしく。それじゃあ今回はここら辺で楽しんでいただけたら幸いです。ではまた次のエピソードで。バイバイ。